さつけ、いきまーす。いやー、さつのけいすけだよ。 SD ガンダムバトルアライアンス、こちらのゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、8月25日発売予定のガンダムの新しいゲームなんですけど、そちらの体験版です。ストーリーとしてはですね、ガンダム世界の歴史が歪められたので、それを修正するために戦うゲームで、そんな感じよな。PV とかさ、見よったらすっごいかっこいいしさ、白熱するムービーが見れるよな。あれめっちゃかっこいいし、ネットでも評判なんよな。グラフィックがさ、艶が綺麗で、かつ傷の再現もできとるってことでね、めちゃくちゃ高評価を受けとるよな。やっていくわ。体験版の中へ。あんま見せちゃあかんもんも見えてしまったけど。シュー。ああ、こんな感じで、お、各作品のタイトル、有名な作品の人気のやつやね。G ユニバースオンライン。セレクト。あ、お、あ、モビルスーツを選んでるとこだね。中に挑もうとしてるようなシミュレーターみたいな感じ。ん？が、ちょっと何者かの侵入を受けて、改変されてるみたいな感じのイメージションかな、これ。宇宙世紀 0079-11月。ああ、語りから始まりますね。うん、ジムが投入される頃じゃない、それって。この作戦にはある特務部隊が参加していた。はいはい、これが主人公ら。ああ、これやな。主人公が所属するギャザーロード隊。これ PV とかでも見たな。その現象は突如起こった。はい。了解。これ俺どうなの？どれが俺？どれが俺？そこだ。めっちゃ勢いよしてるや。これ主人公？え、これが主人公？え、今のは何？なんか SAO の世界みたいになってる。オンラインゲームみたいな感じになってるやん。あ、これで歴史がごっちゃまぜになってきてる感じな。小隊長、小隊長、応答して。その小隊長が俺なんかな、主人公。どいたら意識しまして。小隊長、作戦前なのよ、小隊長。そんなこと言われても仕方ないだろうじゃないですか。犬の特務総長、緊急回線を。あ、隊長機だけなんかシステムダウンしとんな。了解、了解。あ、出たな、 PV でも見た。山口カップ屋さん。ハロー小隊長、ハロー小隊長、ハロー小隊長、ハロー小隊長。この喋り方だいぶ好きや。あ、あ、選択肢や。ユロの個人端末かとか。ここはどこ？私は誰？お前が、俺がお前で。お前が俺で、うるさい、黙って聞け。ははははは、すごい辛辣な扱いされてる。認証コード確認。認証コード37198249。名前を登録しろ。あ、君の名を。これで主人公の名前入力させてくれるんじゃ。マルチプレイ時に設定した名前が、あーあーあああ、これマルチプレイ時の名前ね。ああ、やばいやばいやばい。ただ自分の名前にしなあかんのよ。おいしょ、刹那圭介で。エクシアのパイロットじゃない方の刹那でいきますわ。登録完了。階級は少尉。あ、いきなり少尉なんじゃ。
ド隊の小隊長。ああ、小隊長が俺なんやな、これ。なるほど。今回選ばれたのは君か。なんかの、なんかの商品の体験のあれみたいな感じになる。小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。いや、なんかハローの中の人が喋るような感じになってる。中の人が今後終盤になって出てきてる。あのハローの中身俺だったんだぜみたいな、そういう黒幕的なやつが出てきそうな感じのやつやな。なんかマイタル回復。小隊長大丈夫？大丈夫です。始まってるんだぞ。しっかりしてください。小隊長、すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。出るぞ。調子に乗らない、あなた待ちだ。なんか当たりが強い。俺の周りの当たりがみんな強い。調子乗ってもええやろが。ヤッホーみたいな、うおーみたいな感じでさ、ビームサーベル片手で突っ込んでいきよったやん。そういうキャラやん俺。始まるんじゃ、このジムで。最初の機体がジムとは聞いとったけどな。ダブで。めっちゃザクおるな。お、足にミサイルポットもあるで。今のザクな。あ、俺だけしか気づいてないんじゃ。よっしゃ、始まる。移動に、これスイッチ版やってるんですけどね。右スティックでこう方向はまあ基本か。ジャンプとダッシュもできる。ブーストゲージが出るんやな。結構何回もポン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 飛べるんやな。ブーストでなんか飛び回るって感じではなさそう。ダッシュなんでか、ブーってゆっくりゆっくり高く飛ぶような感じの操作できんのやな。こう上がってこう、こう、こう、やっぱ上にブーンってなんか高く飛ぶわけじゃないやな。なんだかジャンプできる感じ。さあザク、この世界もうこの時代的にはもう見慣れとるようなザクなんだろうな。ヘイト戦、こんなんがあるんじゃ。はいはい、これでロックオンね。あ、ウィークかわいいね君。このままミッション終わったらなんかどっかデート行かない？飲みに行かないかい？格闘攻撃、通常と特殊の2種類がある。これやってみせるよ、マフティーか。特殊角度 X。Y で普通の角度で、X で特殊な角度。何がどう角、何がどう特殊なんすか？ごめん、何がどう特殊なん？はーい。打ち上げ？あ、コンボに使えるはずじゃ、PV でも散々見たやつじゃ、これ。X で、特殊攻撃のようよ。長押しでジャンプしてドイドイドイみたいな感じね。覚えとかなあな。やるだろ、かっこいいだろ。ポレドもやで。ロックオンが綺麗にできん。なんか回転攻撃とかあんの？ゼロの伝説じゃないやけんこれ。こんな便利なもんあるんですか。Y の方を長押し。ちょっと足が止まるやな。でも使い勝手はちょっともしかしたらあんま良くないかもしれん。回転攻撃使うくらいだったら連打した方が早いんじゃないの説があるな。これなんかそんな気がする。これあーちゃうわ、連続攻撃してフィニッシュで回転がいい感じにつながるな。これそんな感じするわ。なるほどね、その連続攻撃の締めに回転攻撃じゃ。わかったわかった。ほうかほうか、味方がやられてる。おいしょい。これ射撃攻撃どれなんだろう。
幼馴染みだ。なんか脈あるな。これ退役したら付き合いそうやな。夫婦になれそうな感じのやつやな。だってこの子可愛いもん。若いんかな結構。なになに、射撃がこれ。あ、射撃ボタンこれなんじゃ。サブ。弾切れしてる。あ。ある。サブ兵装2つもあんじゃ。これは、突っ込むサブなのかなそれは。サブなのかなそれは。バルカン砲もあるね。バルカン砲かちゃう、連射してる。サブ武器っていうか、違う攻撃手段みたいな感じになってる。違う攻撃の仕方みたいな感じになってるな。でかい作戦やけんさ、味方が起きてもおかしくないのにみたいな感じやな。ダブでね、ガードこれ、ガードしながらは動けたりはせんはん。何の話だい？Lスティックと A でステップ、これか。危ない、はいって感じ。格闘攻撃が強そうやな、やっぱ全体的に。ロックオン戦でも割と近づいてくれる。オッケー、どこ？リペアキッドあるんやな。十字キーこれか。あ、長押しで使う感じね。ちょっと戦いよう途中にちょっとなかなか簡単には使えんようになったんやな、さすがに。回転。ちょっとどれが回転でどれがどれみたいな感じになってしまう時あるな、これ。あ、これはビームライフル。あれ届かんねえ、ジャンプで。やそういうことな、そういう感じの。ここは、あ、降りてきてくれたわ。だったらいけるわ。ちょっとボタン配置覚えんかったらどれでどれが出るんかちょっとわ忘れてしまうな、これ。え、誰が倒した、誰が倒した、俺倒してない。誰も攻撃しなかったやん。何、めっちゃ俺や。おい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 、何、誰？宇宙世紀 0079 オデット作戦のブレイクミッション放棄。誰？勝手に放棄しないで。それは後でブレイクアウト。消えました。誰？ん？発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ。隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。SACRA/1351420。管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステム。スタンバイ。なんかが始まろうとしてるな。プログラムテオス。作成処理実行中。テオス。ガンダム。ガンダム。ガンダム。わ、3つ目のガンダムの言い方はさ、三国伝的なやつやな。 SG ガンダム三国伝的な言い方しょんで出てくるもんな、今作もそういう。なんだ、ダイレクトリーは戦士たちのシステム。バルバトス映っとったね、第6形態。おお、まただ。呼び出て、呼ばれて、ダンベベン。俺一機だけじゃん。他の味方の二人どこ行った？トラブルどころじゃないですけどね、これ。体透けてましたけど、ボディが。俺一人なんじゃ、今回。
ホバートラックしかおらんで。お前は誰だ。そうだそうだ、姉さん、妹みたいになってますけど。お腹が違う妹が俺できたけど。知らんって。アムロと関係ないよこの舞台。行くぞー。やつのことはいいって言え。アムロってだからすごい存在の扱いを受けとん。ザクタクとかおるんじゃ今作。助かった。全然高さが合ってない。よいしょー、ボタン配置ちょっと覚えていかなな、序盤のうちに。これ何、あ、近くに寄ったらキャピタル、お金が手に入るんじゃ。今度はジオン軍の通信要望者。 A でブーストってことは覚えとかなね。わあ、ランバラルできた。ラルタイ沈め、ラルタイ。これラルタイじゃないけど、いってー。よいしょ、次。あー、よいしょ、近づいて近づいて、ボーン、オッケー。あ言われて気づいた。なんで相手の機体の通信聞くようになってる話やもんな、言われたら。確かにランバラル敵なのにな、バリバリ通信傍受しとるもんな。通信思いっきり聞いとけんな、ランバラルのセリフ。どうした、結構書くと。お、攻められてますね、攻められてますね、ホワイトベース。ガンタクさっきやられたん。出たブライトさんの。何やってんの、こんなとこで聞けると思いませんでした。そうじゃ、連邦の兵士やけど、このユノちゃんさ、名前は知っとるけどみたいな感じなんやな。あ、やられてる。ザクキャノン、ザクキャノン、キャノン砲を持ったのにこんな近くまで接近してきてるの。はい、よいしょ、よいしょ、倒した。次来た、なんか来るぞ、やばいやつが、ボス的なやつが。わっ、ランバラルの花前が出てきた通り、グフだ。やばい、ほんまにザクとは違うやつ出てきた。出た、バルバトス。これが PV でよく見たやつ。やべ、シャリナラン獲得。いってー、何？なんか新しいゲージ出ましたね。サブヘイソのこと回しとった、全然使ってなかったわ。そうなんじゃ。なるほどね。そうなんじゃ。いでー、ジムで相手にするような機体ちゃうんやけど、ガチでねえ。うわー、あ、その通りです艦長。ガンダム、インファイト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 。ゲージ減らないっすね、やばいっすね、ゲージの減りが悪いっすね。アムロ、打ち上げボタンどれやったっけ。やった、打ち上げた、打ち上げた。よいよい、よいしょー、早いぞ。うっしゃ、違うよ。だって世界ごと変わってるよ、お前のおるべき世界と。で木馬みたいになって、木馬っていう認識あるんじゃこれ。バラバトスもかわした。あ、聞こえてんの。それはわからないだろうね、違う世界の話だもんね。よいしょ、あ、来た。でーでー、打ち上げて、打ち上がらない、打ち上がらなかった。
あ、半分になったけん、一旦ゲージが。お、スペシャルアタック、必殺的なもんがあるんじゃ。エザある、これだ。なんか隣出てきた。どっから呼び出したんだよお前。バーサスシリーズよ、召喚系の武装みたいになっとるねんか、お前。それはずるいんじゃないの。なんでもありやだお前。倒したんちゃーん。どうした、バルバトス。よっしゃ、ジムでバルバトス倒せるとかさ、必ず帰るよ。もうオーバーブク狂わせ、もういいとこなんやけど。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。あ、これでさ歪みを修正できたんやね。確かに、どこ行ったんだろうな。本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ロックアウトした。いろいろありすぎやろこれ。やったー。お、シップ、確かになんか疾走感だな今回。何も手に入ってない。なんか手に入るとこだったんかな、うまいことだったら。ランバラルどうなったん。ガンダム戦う前にランバラル朽ちたとか言うたらさ、なんかすごい悲しいんやけど、作品として。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。あ、てかこの人女の人だったんじゃ。 PV 見る感じだったら男かなと思う、ちょっと勘違いしとったけど。いや可愛いけどさ。見てないな、そういえば。一人で戦いよったわ俺。ユーロバで見ていたから。なんかちょっとボケたいな、なんかボケな選択肢入れてきとんねこれは。ユーモアあるなこのゲーム作った人。すまん、ユーロバが見ていたから。でもまんざらめでもないような顔してるじゃん。戦闘中にどうやって見てたんだって話になるしね。そういうことかい、物理的な問題かい。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハル君だけだからね。さっきからその犬の姉さん、姉さんって言い方が気になるんやけど、なんなん。出たなお前、山口カッペ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。はあ、転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル。この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。イリオンステーブル、わあ、こんな名前出せても10秒後に忘れそうなんやけど俺。本物覚え悪いけんさ。はい、もう忘れた、はい、もう忘れた。イリオンなやだっけね。もう忘れた。うん、多分俺もノウハウレベル乱れすぎとって、多分、うん、そのはい、もう本拠地の名前言えません。イリオン、なんやったっけね。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ、一年戦争にアクセスしてみよっか。なんだ？宇宙世紀の歴史、一年戦争とギャザーロード隊がファイルに付けされました。後でファイルとして歴史見れるんか。私たちのこと、それだけじゃない。その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの？そうか。一連戦争時代のことだったが、それよりも先の宇宙世紀の話だか全く知らん状態でおるんよな、ユノと主人公は。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？グフ。確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデッサ作戦の開始を停止しているはず。それに言われてみればそうじゃ。オデッサ作戦の開始前で死んどるもんな。今、オデッサ作戦進行中やけどさ、ランバラルってストーリー上、それよりも前に死んどるもんな。今思ったらさ、ノッキか、主人公ノッキか。なんかファンの目線でないか、お前、それ。ガンダム作品何作も見よるファンのセリフじゃ、それは、お前。お前もか、お前もガノ立てないか、お前。なんかユーモアあるな、やっぱ選択肢が。でもなんか好感持てるわ俺。このゲームの制作者さんに。
どうもファンとしての目の付けどころですねこれ。そうだよ、種明かしをしなさい、種を割ってみなさい、ガンダムシードみたいに、シード覚醒しなさい。ここね、さくら、それが名前なの？じゃあ SACRA だから、さくら、ああ、俺と同じような発想、さくらスラッシュ。なんかそんなゲームのタイトルありそう、さくらスラッシュありそうじゃない、なんかスマホゲームにありそうなタイトルやな。なんか初めてやった人にはガチャ10連無料みたいな感じになりそうやな。ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名、これ勝手に名称変更していいのかな、最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど、まあ、ああ大丈夫でしょう、特例ってことで自己判断、軽いね、あ、名前変わった。ハロー、あたしさくらスラッシュ、さくらちゃん、さくらちゃんって聞いてカードキャプターさくらみたいになっとる。全然容姿違うけどな。私たちはオデッサで作戦行動中なの、データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから、元の世界に戻れんのかな。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション、まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。ってことはユノと主人公はそのデータの中の人間みたいな感じなん、これ。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。いやー出れますね、腕利きとかボタン配置とかまだ覚えきれてないんですけどね。選ばれた史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの。G ユニバースファイルでちょっとこのゲームの世界観とか後から履修できるんやな。コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。そうだな、ってことはさ、俺らそのデータの中の人間なんやみたいな感じ。SF やもんな、そんなこと言われて、現実でそんなこと言われて、そんなんすぐに、あ、そうなんですね、わかりましたとか言う人、逆に怒りてるな。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどでね。はあ、人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと。記録によるとユノ姉さんたちで2回目かな。1回目があるんじゃ。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、なんか意味ありげやな、その1回目。私はただのナビゲーター。後からなんか出てくるんかな、その1回目の話が。ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。そうなんじゃ。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね、ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。ああ、そうやな、戦って歪みを直したような感じだったもんな。これやってバルバドスも、そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム、オデッサにいなかったはずどころかこの世界にいなかったはずやけんな。もう冷静に考えればさ、宇宙世紀の世界にバルバドスとかおったら絶対無双するよ。あれ屋敷とか、もうオーバースペックやろ。ともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。そうよ、ジムで勝てたん、奇跡的すぎるんやけど。まだこれだったらブルーディスティニーの方が、どうにか勝てそうな感じじゃん。ユーカシマを超えたぞ、俺。ギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あれ、あ、でもご心配なく、ああ通常の RGM79
ジムのデータにコンバートしておいたから。特に性能は変わらんかな。データが不安定とか言ってたけど、さすがバグってるじゃないの。そうやな、ギャザービート隊のジムってそんなに得意な立場にあるんか。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。ガバガバやないか。でもでも二人さん、ご安心めされよ。どこが安心できるんだ。新しいモビルスーツのデータを用意したから。マジで？なんか違うモビルスーツ乗させてもらえるんじゃ。何何？なんとジオン軍の傑作機MS-06。使っていいんすか？宇宙世紀でジオンと戦うのにジオンのモビルスーツ使っていいんすか？待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？いや無理っすね。テキストオルフェンでいうグレイズやけんさ、無理ですね。メースで一発で叩き潰されますね。ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。嘘つけ、そんな設定ある？ガンダムそんな設定あるか。だってさ、初めてアムロがガンダムに乗った時ってさ、ナゲットパスされたんやで、ね、ザクガンダムに。そんなパワーあるか。あ、そうか、でもそうか、でもククスドアンはそれやってのけたわ。いや、ククルスドアンがすごいんじゃ、それは。それザクが全般的にそうじゃなくて、ククルスドアンがすごいな気がするんだけど。いい機会だから、モビルスーツの並走や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。あ、重要なことですね。シュー、なるほど。今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。ちょっと動画上ではこの部分カットさせてもらいました。あんま面白くないと思うんで。解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。ああ、解析率を上げてそっから開発していくってことはなんだ。解析率なんか系統があって。確かめろ、強くなったモビルスーツ。どうなんだろう。どんなモビルスーツを使っていっても解析率って全般的に上がっていく感じなのかな。ザックの解析率上げていってガンダム開発ってなんか普通ないと思うやけど。どうなんだろう。いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。パラメーターね、パラメーター。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。うん、まあどうにかなるかな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。まあそれが分かりやすいか。それだけとは限らないよ。え、違うな。それだけとは限られないな。ソドンでの戦いだと。はい。本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。確かに混ざっただけじゃないな。どっかで歴史がなんか歪ん、なんか、その作品の中で歪んどる感じだったな。自分の力で勝ったのではないぞ。混ざるだけだったらランボラールそこにはおらんだろうみたいな感じな。だけど、ジオンの新型モビルスーツクフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来、宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。うん。俺たち斬新やな。宇宙世紀の世界に三日月がおるってすごい斬新な状況やんな。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？宇宙世紀、一連戦争の時代のガンダムで火星ってどんな感じなんだろうな。全然火星に途切られてないけんさ、誰も人おらんのだろうかな。その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。はいはい、鉄血のオルフェンズやね。乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。一円戦争だったら木星の話だったらさ、シャリアブルとかでちょっと語られるかな。だってルネ、確か一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。もっと未来になったらクロスボーンがさ、木星帝国との戦いやもんな。さすがに一円戦争はちょっと話早すぎる展開やな。木星とか。はい。そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス、ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。
はいはいはい。ミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。あ、そういうのが必要になってくるんじゃ。断片データ。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。それがブレイク修正か。ああ、わかりやすいな。私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。え、俺やりたいとか言ってないっすよ。さくら、お前のために頑張るよ。なんか女たらしみたいな言い方や。落ちたな。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょう。わあ、幼馴染がおりながらもさ、別の女に手出したからな。恋愛もので言うたら幼馴染って絶対負けフラグなところあるからね。システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに数字が来るはずだよ。はいはい。選択、ミッション選択、ハロー操作しろ、ユノ。私たちが知らない。え、大丈夫お前。ハロー小隊長、モビルスーツの準備。ハロー操作しろとか言うけどさ、お前キーボード口の中あるけどさ、手出しちゃうかパカとかならんだろうな。お前、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。そうだよ、鉄血のロボフェンズのモビルスーツってそういうのがあるよな。でっかいビーム砲なんか直撃で食らってさ、量産機が耐えれるぐらいやもんな。その端丸のビーム砲とかでかかったのに。それ考えたらやっぱ一連戦争の時代に、バルバトスってもう完全にさ無双できるわって話やもんな。とんでもない。じゃあタワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。あ、そういう意味でジムよりもザクの方がええんじゃ。ザク手に入れたけど。正解。ビームを受けない。ザクでの出撃をおすすめするよ。なるほどね。あ、そういうあれあるんか。あのとんでもないガンダムに対抗するのに。ザクか。心もとない話ね。ほんまよ。もうザク界でアレックスを戦うバーナード・ワイズマンの気持ちこんな感じなんかな。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう。小隊長さん。前向きで行けんわ。ガンダム神話なめんな。